はい。田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。えっ、ー、とですね。ま、ああの、関口幸八宛、えーあ、他宛書館がですね、読み終わりまして、えー、原田正、えー、介、他宛書館になります。で、まあ、この原田さんは、えー、田中正造の妹、ンのですね、 息子にあたる方で、えー、なかなか優秀な方だったというふうに、あの、思います。はい。で、えー、その前にですね、ちょっと、えー、出来事があります。で、これ6月29日なんですけど、前読んだのが、えっ、ー、とですね、6月13日ですねで。この間の出来事ということで、例のごとくですね、足尾孔読事件、えー、略年表、 まあ、あのこちらに書いてあったことなんですが、まあ、あの6月29日、これ、えー、手紙を書いているのと同じ、えー、日ですね、鉱、えー、読事件を解決し得ぬ新内閣の限界に厳密した田中正造が、えー、氷川町の、えー、勝海舟を、えー、訪ねると、はい、で勝海舟っていうのは、まああのえー、有名なです、ね、方ですね。 実証的なあの説明だけ、えー、させていただきますと、えー、勝海舟は、えー、江戸末期の、えー、幕臣政治家で、えー、江戸の人で蘭学・平学に通じ、えー、新書・翻訳書に出資しておりましたでそれ8 6 0年に管理丸を指揮して太平洋を横断します。 それから、あの、64年に海軍奉行と。そして、えー、西郷隆盛と会見して、江戸城明け渡しに尽くしたということですね。はい。で、まあ、この、えー、勝海舟のところに、えー、田中正造が、えー、やってきます。で、勝が田中に、お前は何になるんだ、と問うと、田中が、総理大臣、と答える。 で、まあ、この時のね、田中の気持ちがどういう気持ちだったかというと、もうとにかく、公読問題を解決するためには、もう総理、総理大臣になるしかないと。えー、まあ、そう考えたんでしょうね。確かに本当に、もう政治の力でやるしかないと。えー、そういうことでしょう。そこで、えー、勝が田中に証文を書いて渡す。まあ、あの、この証文っていうのはですね、 あの、まあ、証拠の文というふうに書いてあるんですけれど、えー、なんとなくこの後の、まあ、文章を読むと、えー、この証拠の証文というか、受け、受け合うというか、なんかそういう、感じのですね、えー、証文だなというふうに思いました。まあ、じ、あの、はい、で、こんなことを書いて、ね、えー、ありますね。えー、田中聖堂、100年の後、浄土、または、 地獄に、まかり、まかりですね。まかり越し、そうろう、説は、きっと、総理に、この総理はちょっと、あの、字が違いますけど、まあ、あの総理大臣のことでしょう。きっと、総理に、申し付け、そうろう、なりと。まあ、ですから、うん、とこれは、自分が先に死んで、田中正造が次に死んで、で100年、 今から100年経った後に、あの世でですね、浄、えーまあ、土になるか、天国になるか、まあ、天国って言わないですね。すみません。キリスト教が天国です。はい。で、浄、えー、土になるか、地獄になるかは分からないけれども、まあ、そこにやってきたらですね、あのきっと総理にあのしてやるぞ、と。まあ、そういうことです。えー、で、半死士、老王、半分死んでる、年を取ったおじいさんと。 えー、いうことですねで、えー、これは受け人、えー、勝安、えー、よしこれはあの、えー、勝海舟のですねああの、まああのま元の名前って感じですかね。で阿弥陀閻魔良執事恩中ということこれはもう完全にふざけてるというふうしか思えないんですがまあ,あの浄土だったら阿弥陀様があの担当官ですね。で えー、地獄だったら、閻魔様が担当、だからどっちにしてもですね、浄土の総理大臣になるか、えー、地獄の総理大臣になるか、えー、でこの,あの執事の方にですね、あのきっとあの100年後にですね、えー、総理大臣にというあの話です。で、今、あのこれが、えー、1898年ですかね。 なので、まあ、あのー、100年後っていうと、えー、1998年あたりですかね。えっ、ー、と、その頃、田中正造は、あの、あの世で総理大臣をやっていたかもしれません。はい。まあ、ちょっと、それは、あの、えー、夢物語というか、あの、一応書いておきますけど、1998年頃。 中正蔵はあの世で総理大臣になっていたのだろうかはいまあそんなことをですね、えー、考えたりしますまああのしかし何ていうんですかねあの勝海舟は勝海舟で、まあ、この足尾の問題にはですね 関心があったというふうにあの、えー、記憶しております。えー、でそれで、えーうん、やっぱりそのどちらかといえばあの勝海舟もですね田中正造の、ま、立場というか、ま、そちらの方をこう理解していたん、えー、だなというふうにあの、えー、思います。でそれで まあ、あの、これは私の夢物語ですが、やっぱり田,田中正造はですね、あの世では一回ぐらい総理大臣やってるんじゃないんでしょうか。<laughs> まあ、わかりませんけどね、えー。知らんけどっていう感じですが、あの、まあ一回ぐらいやったっていいですよね。あの、これだけの政治家なので、あの、この世では、あの、ね、まあそれこそ、 こんなにあの山口県とかね、長州の出身の人がばっかり総理大臣になっていると、よくないですよね。だからまあ,あ、あの世で1回ぐらい総理大臣やってるんじゃないんでしょうかね、まあ。そういうふうに考えておきたいと思います。そしてまた、あのね、あの我々にこうあの世からインスピレーションを与えてくれてるんじゃないでしょうか。はい。で、えー その続きですね。原田浄介ほか宛書管。明治31年6月29日。はい。で、こちらの、えー、お一行の絵の書簡、えー、に行きたいと思います。新内閣の出来についても、突然にて、今度は肖像在京中なるをもって、この間、野心家の陳部と、まあ、この沈め、えな、ー、でるということですかね。あの、 野心家を落ち着け,ち着けさせるとそれから「ひくつか」これはあの謙遜しすぎる人ですね「ひくつか」を激励戦として「えー、さ、えー」及ばずでもそれはできないと「えー、日夜救急たり」だから毎日まあこう政局ですよね要するに野,野心家にお前ちょっと「落ち着け押し着け」と言ってでこの人能力があるのになんでそのこう決起しないんだっていう人にこう一生懸命励まして。 でもなんかうまくいかないで、あの、救急としておりますということです。で、えー、衝動は、えー、これですね、赤毛布って書いてあるんですけど、まあどうもですね、あの、これ赤ゲットというふうに呼ぶみたいなんですね。この赤い毛布と書いて赤ゲットというふうに呼んで、で、これであの、田舎者というあの意味だそうです。ちょっと私もあの、ああ、そういう言葉があるんだと思いましたが、 まあ田舎者の休眠。はい。で、肖像も結構、ちょっと前からもうお金が困ってるって話はね、してますよね。で、もう田舎者でしかも貧乏。社会の長時間を熱心するのほか、まあ、この長時間と長官と時間ですね。あの、要するに各省庁の、えー、長と、えーまあ、これは何とか大臣、大臣のことで、まあ時間というのは次にありますが、 えー、を熱心するのほか、元より無一物なれども。まあ、ですから、その社会のですね、えー、中での長時間っていう、まあ、そういうものになりたいともは思うけど、元より無一物なれども。とにかく、国会の十時、まあ、重要なことですね。十時にて、前途の至難、無限壮来場。えー、まあ、もう本当に、あの、これから先、 あまりにもこう、まあ、難の道であると。まあ、それは無限に続く一図で,で、心中、時間余力なく、多忙にて、存外失礼いたしそうろう。まあ、しばらくお,お手紙を出してなかったと。昨日、おやりしおきのことは、えー、まあ、昨日に、まあ、手紙を書いたんですだっ,っけね、えー。とにかくに調査を要し申しそうろうと。 はい。で、これはもうずっとね、言ってることですよね。えー、調査をしてください。早々、ご尽力、ご調査、下されたく、候ろう。肖像は、宇都宮に来たる、えー、3日頃参り申し候ろう。はい。7月3日ですね。もうだいぶ、えー、なんか、湿っぽい時期ですかね。梅雨とか。また、えー、来たる、この2日には、必ず佐野町に、おり申し候ろう。はい。 で、三、えー、日が宇都宮で二日は、えー、まあ、必ずその町におります。一日、え一、ー、日の夜より大量になるかもしれ申さず。この間には、王を調査いたし、えー、申すべくそうらえども。はい。で、この間にですね、えー、まあ、あの、おそらくまあ調査があできているでしょうと。えー、各えーこえー 書くのですかね。まあ、書くのごときことは、親類中、手分けにて調査すべき事柄につき、心づきの親類には、すなわち、えーえー、手伝いをなし、叱、えー、るべく騒動。右だけ急ぎ、ご返答、申し上げおき騒動。早々、頓主二十九日、肖像、上、え、助、ー、殿、寛七殿の、えー、武殿と。 はい、そういうことですね。で、まあ、この、えー、ちょっと待ってくださいね、あの、家系図をちょっとちまち、ちらっと見たいと思いますが、田中正造のですね、えー、家系図。えっ、ー、と、どこだっけ。はい。えっ、ー、と、えー、とこれによるとですね、田中正造の家系図によると、 丈、まあ、ケさんがいて、えー、で今出てきた、えー、人はですね、他には、勘ど殿ですね。ちょっと、あ、いましたね。えっ、ー、と、丈ケあ、そうですね、竹がいるから、えっ、ー、と、まあ、あの、妹が竹です。ジョえー、この丈ケさんの妹が竹。つまり、田中正造から見たら、あの、姪ですね。 これが竹になって、で、えー、この矢印,なあ矢印じゃないのか。この矢印は、勘七郎、前原勘七郎が、竹と結婚するということですかね。でも矢印って結婚の意味意味じゃないですよね。この掛け図で。まあ、ちょっといや。えっ、ー、と、そういう感じであの、あの、家族だということですね。 まあ多分あの、これだからあの、えー、常が多い、竹が名位、関七は義理の、えー、多いという形になるんでしょうかね。はい。というわけで、まあ調査をしてくださいよというふうに言っているということと、それから大変その、この新内閣についてですね、不満がある。こので、29日はまだね、伊藤博文内閣だと思うんです。 で,えー、で、ちょっと次のある、えー、出来事を読むとですねで、この6月30日、つまりこの手紙を出した翌日に、えー、田中正三が所属する、県政党の大隈重信内閣が政権を取る、ということですね。ですから、この、あの、大隈重信が内閣になるということに関連して、田中はいろいろと救急としていたと。 えー、まあそういうふうにあの読めますよね、これはね、えー。これはちょっとその前のところに書いた方がいいかな、この救急たり、これ大隈、まあ、Y ン内閣というふうにあの言われますが、えー、Y ン内閣のために救急とするということか。はい で、他のちょっと読みたいと思いますが、はいで大隈重信が政権を取り、田中は公害,公害事件の解決に望みを持つということです。まあ、でこれ、当然ですね。ただし、あの農商務大臣になった時は、あんまり期待しないっていうあの言ってましたね。ね。だけども、やっぱりこの彼が総理大臣になったと。 で、えー、それで、あの、この29日は、この手紙を書いてるだけじゃなくて、勝海舟に、あの、お前何になりたいんだって言って、総理大臣だっていうふうに答えてるわけですよね。だから、えー、まあ、この私の、えー、夢物語はちょっととっ、とりあえず置いといて、これはですね、あの、要するに、実際にはですね、あの、大熊茂信が、 えー、この翌日ですね、この翌日、実際にはということですが、実際にはこの翌日に大隈重信が総理大臣になるという運びなわけです。このだから、勝海舟の尋ねて、なんかこういう、あのまあ、えー、唐招紋みたいなのが書,書かれたという、それだけじゃなくて、やっぱり、 でその次の日に大隈重信が総理大臣になってるってことを考えないといけないですね。だから、総理大臣になれば、鉱毒問題が解決できると。で、そうすると、この大隈重信が政権を取ったということは、鉱毒事件がこれで解決するかもしれないということですね、それを、えー、思うということです。でえー そうです、ね、でまあ、皇族問題の解決に臨み、だからこの勝海舟に行ったことも、すべて皇族問題に関連してて,てで、それで、えーまあ、大隈重信を総理大臣にすると、まあ、そういう方向に一生懸命奔走してたんでしょうかね、もしかしたら。 はい。で、で、この6月、こっからのこ、この年後半は、これは、あの、略年表の、あの、書いた人のまとめですけど、免訴処分に伴う、損費、補助願いと公民権復活要求が、足を高読被害地住民の中心的活動となると。まあ、そういうことですね。はい。で、これは特に、あの、もうそういう話を、あの、 後半のみならず、これまでも、あの、してきてますから。まあでも、田中は、その、6月で、えー、演説して、まあずっと我々よ演説読んできたんですけどね。そういうことの中で言ってますから、まあ、あの、そういうことでしょう。はい。で、7月13日、えー、読高読、ー知、これ荒れ地ですね。高、えー、読の荒れ地、えー、無期限、免訴、えー、元訴、えー、請願書と。 こういういものが出されますそれから7月18日5月に2年の負担処分を、えー、受けた足利町が「えー、高毒被害地免疎経年期付与の」の、えー、請願を提出したとこれ足利町ですよねで、えー、まあこの負担処分っていうのはおそらくまあ町として、えー、この,、ま、の免疎をする えー、この被害地がある人が免訴するということは、何らかの,この負担をです、ね、別のところからこう引っ張ってくると、そういうことでしょう、なんかね2年の負担処分、それに対して、まあ、あのこの、えー、経年期付与の請願ということですが、引き続き、ですねあのこうこの免訴ということを付与してほしいと。いう ですねで決してそれを町に負担させないでくださいと、いうそういうことじゃないかと思います。はい、で、えー、ちょっと時間がもう来ちゃったって感じですがで、ここではちょっと読めませんね、今日はね。まあ、ちょっといろいろときょうにか、えー、先週に書いてあるほか、以外のことですね、この総理大臣、えー、になりたいという言葉の意味。 で実際に大隈重信が総理大臣になったけども、これはさなかが一生懸命大隈に総理大臣になれというふうに働きかけていた可能性もあると、まあ、この救急としていると、まあ、そういう話です。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。